ナラーティワート県はタイ王国南部の県の一つである。ヤラー県、パッターニー県と接し南部にはマレーシアとの国境が広がる。ナラーティワート県はタイランド湾のマレー半島部に位置している。寸外ーロック軍の国境よりマレーシアのランタウパンジャンに抜けることができる。国境からマレーシアの主要都市であるコタバルまでは約4 0トルの距離。 ペンの気候区分では熱帯モンスーン気候である。明瞭な寒気はなく、年中多湿で2から4月に雨が少なくなる程度である。雨季は長く、特に11月と12月は非常に降水量が多い。昔はパタニ王国の領土であった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて着陸改革が行われ県が整備された。もともとナラーティワート県は ダゲ県と呼ばれていたが、その後、タムボンナマーローと呼ばれていた地域に県庁を移転した。その後、タムボンナマーローはバーンナラー軍となったため、ダゲ県はバーンナラー県と改称した。その後、ラーマ6世は1915年にナラーティワートの名前を県に可視し,した。ナラーティワート県は、タイのムスリムの多い4県の一つである。 住民のうち82%はムスリムで17.5%がジョーザブ仏教を信仰している。住民の80.4%はヤウィー語を喋ることができる。県省は船に白像を描いたものがデザインされている。白像は県内で捕獲されたもので後に王に送られたものである。県のシンボルはランサ、県木はニオバリのカーペスヘイミー、県下は オドンタデニアマクランサである。ナラーティワート県は13の軍に分かれ、その下に77の町と589の村にがある。ムアンナラーティワート軍タークバイ軍、バーチョ軍イーコ郡、軍、ラゲ軍ルーソ軍シーサーコ郡、軍、ベーン軍スキリングンスンガイコーロック軍スンガイパーディー、軍チャネル軍チョアイローン軍。ありがとうございます。